30歳でね、こういうスタイルでやってくれてるって、それがすごい嬉しくって、しかも、すげえ美声じゃね、ねえ、超綺麗。この後、この酒焼け、タバコ焼けの声で私は歌うわけですが、喋りすぎたんで一曲飛ばしまーす。減りますけど、どうしましょう。いいっすか、減っていい、減っていい、カズもね、作っておりますが、タマが一番得意とする分野をここの場で発表したいと思います。来たよ来たよ。エロソング、エロソング、エロソング大好きで、これもね、エロソングなんですよ。このテーマはですね、主人公は男性なんですね。で、ものすごく抱きたい女がいるんですね。あ、俺、うん、じゃあ喋らせよ。で、その全員が喋らせよ、ほんと苦境がいる。で、その俺にも喋らせよ。もう、こんなんだろ、この店。で、この男の人がいい感じでお客様も酔っ払っております。多少のミスには目をつぶってくださるはずでございます。なあ、かおるちゃん。はい、はい、お届けしましょう、タマ&カオルで能登半島でございます。サチャ、サチャはそのままできて、お願いします、サチャ、お願いします。ごめんなさい、オカピーも次回バリカンでちょぞっていう、いや、ちょぞっていう内容を明るく3番のビートに言わせてくださってもらいたいと思います。あれ、3番そうでございますよ。ありがとうございます。3番だったら明るいな。ぜひ皆さん覚えた方から歌っていただけるようにメインのところをラララにしました。足がない分覚えやすいと思います。では行ってみようか。どうもありがとう。50歳玉でございました。では行きましょう。